パーベル・ライボーコ・パーベル・セミオーノビッチ・ルイバルコは、ソ連の軍人、装甲戦車兵原水、ソ連邦英雄、マールイン・ストルプ村出身、ウクライナ人、兵卒として第一次世界大戦に従軍、1917年12月、赤衛隊に入隊、1919年から赤軍に入隊し、共産党に入党した、ロシア内戦時、第一騎兵軍の連隊、 旅団の政治委員となり、白軍及びポーランド軍と戦った。1926年と1930年に、高等式用院完全化過程を終了。1926年、基兵中隊長。1928年から1931年、連隊長、基兵旅団長。1934年、MV フルンゼ名称軍事アカデミーを卒業し、 山岳期兵士団長補佐となる。1937年から1940年、赤軍参謀本部情報局に移り、中ポーランド及び中花駐在部官。その後、教育業務に移る。独ソ戦時、第五戦車軍、第三戦車軍、第三新鋭戦車軍司令官を歴任する。ルイバルコ指揮下の部隊は、オストログロスソシャン、ハリコフ構成作戦。 クルスクの戦い、キエフ攻勢に参加し、1943年11月17日に一度目のソ連邦英雄の称号を授与された。その後、ジトミール・ベルジッチ、スクルフスク・チェルノビツ、リボフ・サンドミール、ニジニエ・シレズ、ベルフニエ・シレズ、ベルリン、プラハ作戦に参加し、1945年4月6日、二度目のソ連邦英雄の称号を授与された。対戦中、 最高司令官令で22度指摘された。1946年4月、ソビエト軍装甲戦車、機械貨幣第1副司令官。1947年4月、司令官。第2期ソ連最高会議大議員。ソ連邦英雄。レーニン勲章2個、赤旗勲章3個、1等、スボーロフ勲章3個、1等、クトゥーゾフ勲章、1等ボグダンフメリニツキー勲章。 受賞。ルイワルコの名前は、モスクワ、キエフ等の死の通りにつけられた。ありがとうございます。